直してもらったら。SIR のエナジーステーション。時刻は4時を回りました。はい。FM技能をお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、SIR のエナジーステーション、チャージステーションにお付き合いください。はい。パーソナリティは、SIR のあやと、スカーレットドラゴンのマダムキセで、宜野湾市キウナ G タウンビル2階にあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後4時54分まで生放送でお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は健康と美の成分として今大注目されているミネラル成分のケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し高濃度水溶性植物ミネラルケイ素複合液として販売しております。シュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報とスピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運を導きメッセージをお届けする SIR 社の広報番組となっております。はいエナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com見えない。これですよね。あ、そうです。はい。また FM 宜野湾ではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。FM 宜野湾のホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。はい、始まりましたね。始まりましたね。あやさんね、急遽だったんで、すごい大変じゃないですか。なんかあれですよね。マイクがちょっと離れたりとか聞こえてます？おかしいんですよ。聞こえないんですか？聞こえない。オンエアにはなってますよ。今ですね、ちょっとマイクと格闘してますので、少しお待ちくださいね。何か、はい、はい、ありがとうございます。大丈夫だったみたいですね。はい、失礼しました。本当にもうこっちはなんかパタパタしますね。ね。たまにしか私来ないので本当ですよね。始まってからちょっと調整ができないんですね。今日ミキさんはどうしましたか、ね、今日はですね、はい、会社のちょっと外せないお仕事がありまして、はい、急遽私が代理でよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう早いですよね、9月。あ、そうですよね、9月ってもなんか先週ミキちゃんとも話しましたけど、夏休み終わるねって話をしたんですよ。終わったかなと思ったらもう9月9日、あ、5日ですからね。あ、そうですよね。早くないですか。早いです。もう後半に入りましたよ、ねうん、今年も達成、うん、私はいろんな、ね、年初にいろいろやったんですよ、うん、願い事、うん、一番の願い事は痩せるということだったんですけど、まあ、痩せないですね。でもあと左に同じですね。あでもあともうちょっとありますので、はい、どうにかこうにかケースを頑張って飲んで、去年の話でしたけど、来年9月は痩せて韓国行こうねって。そう韓国行こうねって言ってましたよね。私言いました言いました。だって明日韓国行くには痩せないと、うん、そういいミホに会えないし。その痩せないといけないっていうのがなんか強いですよね。だってどこで誰と会うか分かんないでしょ。韓国ですよやっぱり沖縄じゃない、韓国。そう韓国。美しくならないとダメでしょ。まあまあね、うん、美容大国ですからね。そうです、韓国。もうむしろ向こうに行って磨くって言ってもあるんですよ。ああ赤すりのいろいろ。あ、うん、お顔なんか制限するとかったりね、うん、びっくりするでしょうね、息子とかが、うん、帰ってきたら別人になってる。行ってくるねって言って、1週間後ね、誰って。それもいいかもしれない。知らない人がご飯炊いてるしね。でも痩せないといけない、本当ですよね、うん、でも9月末まではまだ時間ないか、うんうん、でも痩せようと思います。韓国行かないと、まあね、うん、行きましょう、はい、とりあえずじゃあ1曲目いきますか、ね、はい、1曲目は何ですか。1曲目はドン・ベイリー、はい、ドン・ヘイリーのボイス・オブ・サマー。はい、はい、
焦ったね、これね。聞こえにくいですか？大丈夫です。はい、裏返っちゃってた。直し方が分からない。これからがあるんです。直し方が分からない。どっちか。どうすんのこれみたいな、こっちで。面白くなった。ね。面白くなった。もうジタバタしてるの分かったぞ、どんタバタって言ったら。韓国行きたいですよね、やっぱり。行ったことあります？韓国はないです。痩せていけるよ。痩せていけるよ。痩せないといけないらしい。痩せないといけないんですけど。痩せないと韓国。ダメよ、入国拒否したの。入国できない。意味が分からない。痩せて欲しくなれば、どこで誰とね、見てるか分からないでしょ。だから韓国だっつの誰に会うんですか。だって犬もいるところよ。じゃあそれは会いたいでしょ、逆に。そうそうそう、あの彼女と会社してるから。おかしいよ。で別れさそうかもしれない。別れさそうかもしれないから怖いね。一応別れさせて勝負してるとこ行くわけよ。もうそろそろ別れるじゃん。別れさせてそろそろね。も来てますよ。はい、コメントが来て、ね、韓国本当。何が？韓国行きたいっすか。だよね、ピンチヒッターですかって。アプリングですか。お風呂から見たい。お風呂から見たい、どういうこと。はじめのエコーが。あー、なるほどね、かわいい。お風呂から見たい。はい、あ、声が届いてるんで。あ、そうなんですか。はい。今届いてる。今届いてます。まあ、韓国行きましょう。どこにやればいいの。それです、そのシルバー。韓国行きましょうね。行きましょうね、一緒に。聞こえた。河合さん、河合さんでいいんですかね。チャライ AKB ファン、うん、いつも前とお写真が変わってますね。そうですね。あ、聞こえるで、よかった。行きましょう。じゃない AKB ファン。ね。あ、でも写真変わってますよね、前とね。うん、よかった。あ、ね、彼は、金曜日だったでしょ、前。金曜日から。あ、そうそうそうです。ありがとうございます。ハプニングです。ハプニングでした。したなんとか乗り切ります。はい、1時間。はい。聞いてください。よろしく。お、なんかすごい高くなった。海が。あの辺みんな雨降ってる。そうそう、あっちは降ってるね。ちょっと今度大変だよね。私はね、昨日地震だったわけだね。あ、そうだ。そうなんです。全然気づかなかった。夜中本当じゃなくてあっちでしょ。震度2。あ、じゃあ、あっちってどこだっけ。先島。うん。そうだね。今年はこういったね、自然災害。ねえね。とかみんなのちゃんと家に防災用具準備しないといけないですよね。本当にね、やらないといけないですよね。一段の時何があるかな、靴とかね、うん、とかね、そういうのもね。今 CM に行きます。はい、ケースの時とかね、絶対入れしてるからね。だから水をちょっとしてもらったら入れてみる。
前です。5、4、3、2、1。あやさん、はい、4時10分になりました。時刻はいて時刻ばっかし言ってるね。さて何をお話しましょうか。今日はそうですね、今日は、うん、あのほら防災グッズの話今やってたじゃないですか、うんうん、それもっと聞かせていただければ。そうですよね、うん、最近自然災害、ね、はい、地震、テレビこの間 NHK 見てたら、あの家に、はい、ちゃんとあの防災用具、ええ、完備してますかとか準備してますかとか、はい、中身は何ですかとかっていうのをね、ええ、やってたんですけど、特集的なことを、はいはいはい、考えたらお水って大事じゃないですか。うんうん、お水、うん、はい、まず真っ先になんかお水が浮かびますよね。そうですよね、うんうん、あのお水がないとどうしても生きていけないので、水がないと3日飲まないと人間は、うん、そう、あ、ちっちゃいですね、ちょっとね、予想、ね、うん、別のステージへ行っちゃうので、はいはい、食料は7日食べない、うんうん、7日を持つそうなんですよ。あ、そうです、食べ物は、うんうん、だけどお水は3日飲まないともうね、ちょっとそうね、体の方がね、冷や、ダメなんでしょうね、持たないので、うんうん、水はどうしても確保したいわけですよね、はいはい、そうすると、でも水道が出ない、はい、で昔みたいにあちこちに井戸があるわけじゃないですから ね、 そうですよね、雨水溜めてるタンクがあるとかじゃないですもん ね、 ないですよね、うん、でももし何らかの形で溜まってるお水があったりとかしたとしても、はい、飲めないじゃないですか。そう、飲めないですよね、現代人は。そう、昔は飲んでよ、まず意識的に飲めないですよね。こんな飲めないっていう、そうそうそうですよね、うんうんうん、そういう際にも非常時の、本当に非常時の際ですよ、はい、そういうの水を見つけたとしてはい、まず透明度を見て、はい、これならいけるかなってなったとしたら、うんうん、ケースを入れることによって飲めるのではないかと、はい、私は、あ、殺菌効果もありますし強度のある代わりにするので、ええええ、ある程度のものはもう殺菌してしまうので、はいはい、なのでこの防災グッズの中にはちょっと一本ね、そうね、ケースを本当に、うん、賞味期限っていうのはあります、うん、2年打ってますですけど、はい、あのミネラルなので腐るっていうことはないんですよ、はい、どうしてもあの一般販売するにあたって、ね、賞味期限っていうのは、うん、つけないといけないので、はい、すごいやってますけど、うん、他社製品さんなんか見ると、はい、5年とか10年とか平気で打ってますから、はいはい、うん、SRI さんは2年で、あの2年でやってるんですね、まあ、2年持たない 2年ないだろうっていうのがまずあるので、つまり飲んでるからね、そう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 、皆さんね結構、うん、頻繁に飲んでらっしゃいますからね、うん、そういうまま置いてるってわけにはないでしょうし、うんうん、2年3年は置かないだろうっていうのが、うん、そうですよね、ありますから。でもいいですね、防災グッズに入れると、うん、ね、うん、それなんか私ちょっと防災の話聞いた時大事だなと思ったんですよね。そうですね、うん、で結構ねストレスがすごいじゃないですか、うん、ストレスをなんていうのは回避、うんうん、もうそれはできますでしょ、うん、あのやっぱりこのケースで、そうですね、やっぱりね、あの心持ち強くならないときに、うん、飲み水だけじゃないんですよね、例えば頭がもうほら、もう周りがいっぱいそうねいて、このストレスですよね、はい、環境からのストレス、はい、で持病が悪化しちゃうとか、そう、どっか痛くなる、頭が痛くなるとか、腰痛がひどくなる、肩こりがひどいとかっていう時は、はい、直接塗って、痛みが軽減できるんですね、うんうん、そうですね、うん、そういう意味でも、うんうん、一本入れといてほしいな皆さんにと思うんですよね。そうですよね、うん、ああいい考えかもしれない、うんうん、そうですね、これが何があるか分からないの で、うん、ですよ、やっぱり旅行行く時にも少し持っていくとかね、うん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 、昨日 NHK のテレビでもやってたんですけど巨大危機、はい、ええ、特集でね、はい、もう いろんな自然災害、何が起こるか分からな ない、ね、いろんなことを想定してお話をしてましたけど、うん、ええ、やっぱり自分たちで自分で自分たちを守る、ね、自分の家族を守る、地域を守るとかっていうのは ね、うんうん、ね、ありますから、もう今の世の中何が起こるか分からないので、うんうんうん、自分で自分の身を守る、そうそうそうです、うん、やった方がいいですね、うん、家族単位でそういうところをちゃんと考えて必要なのは用意しておく、うん、やっぱり3日持てば、ね、何らかの、 あの救済が来たりとかするので
とにかく3日持つ、3日持たせる、自分たちを持たせる、生きながらいさせるっていう意味で、うんうんね、ちゃんとしっかり準備しておい、準備っていうかね、あのおいでってわけじゃないですけど、そう、うん、何かあって困らない、うん、そうっていうことですよね。必要ですよね、必要ですよね、この人も本当にもういろんなところでいろんな災害がありますから、うん、そうですよ、沖縄でもあったんで、うん、昨日でしょ、うん、先島の方で、ねね、地震があったありましたし、そうですよね、で今もう本土の方が台風ですごいじゃないですか、台風50年ね、あの水道あるかないかのような水の量みたいすごいですよね。だってあのね、80いくつのおばあ様が出てましたけどね、はい、東北の方の、ええ、82、83だったかなの、ええ、84年ですよね、生きてて、はい、こんな長い間長生きしてるのにこんなこと初めてだとかって言って、はい、そうだよね、うん、出ましたもんね、何が起きてるのかね、まあね、あのいろんなことが起きるんですけど、やっぱね、自分で守りましょうっていうことで、そうね、どんなにあの科学的にね、うん、予測ができるって言ってもぴったり当てられるってことないじゃないですか、未だ、はい、うん、それを考えると来るのは多分来るんですよね、そういうデータがもう揃ってるはずなので、そういつ来てもいいよねって感じで ね、うんねうん、だからテレビ、そう、ね、季節の変わり目ごとのスペシャルになると必ずどっかしらでやってますもんね、やってます、もうやってますね、うん、もうそろそろまたやるんじゃないですか、ね、だからな、それ考えるとやっぱり必要だなって、うん、食べ物なんかもね、そう、缶詰とか、うん、缶詰にもちょこって、ね、そうなんですよ、ね、要はアルミ缶とかで、ええええ、錆びちゃうとか、ねうん、缶の要は成分が溶け出してるっていうじゃないですか、ええええ、ある程度、はいはい、それもだからケースを食べる前に一滴垂らすことでちょっとね、ミネラル豊富な食事ができる、ね、食事に変化させることができますよね、うんうん、ですよね、あやっぱり一本必要だわ、必要よ、今言えるね、あらこれちょっとどっかの機関に行ってくるね、行った方がいいですね、これは絶対必要ですよって、なんか考えれば考えるほど必要だわ、そうそうそう、脳を、ね、脳を活性化しないといけないから、ね、うん、生きるための知恵を作るためには、そうですね、うん、はいはい、あすごい、なんか真面目な話してしまった、ね、こんなにバタバタしてるのに行ったらもうあっという間に、はい、2曲目もうねそろ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 です、ね、何でしょう、2曲目は、2曲目は本当に曲目、うん、これはあたんでしょフィンチコンティーニのチャチャチャです、チャチャチャ、懐かしい次はこれいきましょう、あ次はこれ、これね、懐かしい、聞いたことある？ぶどう巻き、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 
石焼き身じゃない、石焼き身じゃないですね。そうですね、英語版とか、そうそう、英語版と男女子、え、それわかるっていうのは同じぐらいなんで、ね、ちょっとチャラい AKB ファンさん、おいくつなんだろう。聞こえてるの？聞こえてます。え、いくつですか？何歳ぐらい？まさかね。全然若いよね。チャラいからね、若いと思いますよ。若いですね。でも、でも一生懸命ね。で、男女七人夏物語わかるから。年下。だね。だってあやさん40代でしょ。40代です。すみません、50代です。もうすぐ60になります。本当ですか。若いよね。若い、うん、え、もうすぐ60。そうそう、見えないよね。全然見えない。そう、ケースは分かれてる。韓国行くに痩せないといけない。行こうよ、韓国。行こうね。AKB さんも行きません？韓国。男の人、女の人？男の人。男性。男性。てか、韓国どこじゃん。あちこち行かんとこじゃん。そうそうそう、あちこち行かんとこ。ハワイで、あのパワースポット巡りのツアー、ジェームス・エンカッツ・バンナさんが来てるわけ。ほーん。バーナーさんがツアーを組むってこと？そう、ツアーを組む。バーナーさんで、何？ワールドベンチャーで。あ、じゃあワールドベンチャー絡みで、そうそうそう、ハワイに集まれと。そうそう、集まれと。なるほど。ハワイのパスポットってね、分からないんだよね。うん。あと30秒。はい。曲終わって話してください。 CM ないので。はい、あ、行きますか。いいっすね。いいよ。企画する。痩せるための。はい、懐かしい曲でした。でした。うん、ねえ、何年前でしたかしらね、これ。結構前ですよ ね。 ですね。ちょっとコメントで男女七人物語、うん、なね、ねえ、うん、懐かしいなぁ、ね、のって、大竹しのぶと明石家さんまが出会った、うん、チャラい AKB ファンさんがこうコメントしてこないと、ええ、忘れてましたね。七人物語だって。あったあったって感じで。そうそうそう、そう、うん。ありがとうございます。石明美さんじゃないけど ね。ありがとうございます。今回はじゃあ次はあれですか？うん。どれ？ああ、体験談？そうです。体験談を、はい、行かせていただきましょうかね。楽しみなんですよ、体験談。あ、そうですか。体験談。ね、楽しみにしていただけると嬉しいです、はい、今日はですね、はい、浦添市の M さん、はい、15歳の中学生、うん、これ初回あの6月の20日にお母様が来社していただいて、はい、そのあの木瀬さんのご紹介だったんですよね。はいはいはい、そうですね、うん、木瀬さんのご紹介でお母さんが6月の20日、うん、あの来社していただいて、はい、私が対応したんですけれども、はい、あの娘さんがね2月から通院して、うん、5ヶ月過ぎてもなかなか良くならないと、そろそろ飲み薬、うん、で飲み薬ステロイド治療、要は飲み薬をステロイドにして、ステロイドが入った薬なんですよね、はい、を治療薬として始めましょうっていうあのお医者さんからのわ怖い、ね、話があって、で、やっぱ母としてステロイドってなんだろう、よく ねあのちょっと良くないイメージがありますよ ね、 そ、 すよね、それでびっくりして、何か他に回避できる方法がないかっていうことで、あの来社していただいたんですよね、はい、
でシュガーケーストがいいよってあの木瀬さんに紹介していただいて、はい、で話をとりあえず聞いて、はい、もしこれが娘に試せるもんであればっていうことだったんですよ。で、あのその日娘さんがねご一緒じゃなかったので、はい、できればご一緒して一緒にこの実験とかねこの、はい、あの効果効能のお話とかっていうのは一緒に交えてやった方がやっぱり娘さんもね、はい、うん、あのね頭に入りやすいじゃないですか、ええ、飲むとどういうことがどういう変化が起きる、うん、でどういう風に変わってくるっていうのを、はい、飲む前にそういうのを見ていって、うんうん、実際飲んで変わって変化自分の体に変化が来た時にあこうこれこれこれ聞いてたこれなんだなとかっていう体感が分かりやすいし、そうですよね、うん、よくなるっていうこの、あの気持ちのプラシーボ効果の相乗、うんうん、効果って大事なので、ええ、できればこの娘さんご一緒してくださいって言って、はい、でその時は私1本しかあげなかったんですよ。ああ20名のやつね。そう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 、はいはい、うん、でその後、はい、あの予定してた来社してた来社するねっていう予定してた、うんうん、あの日にち来れなかったんですね。ちょっと別の用事が入ったらしくて、はい、でその後音信不通だったんですよしばらく、はい、たらあの7月の20日、はい、あの娘の検査結果数値が下がってました、はい、連絡遅くなってすいませんって連絡があったらしいですね。はいはいはい、で数値下がってたの。そうなんですよ。すごい下がってたので本当にあの娘さん連れて行きますってこれこの時はねあの小屋の方が対応してたので私は分からなかったんですけど、でその後またしばらく音信不通で結局8月の2日に娘さんと来社していただいて、はい、この実験説明、うんうん、はい、商品のこの効果効能っていうのを聞いていただいて再度モニタースタートしたんですね、はい、でやっと9月2日、はい、連絡来ました、はい、あ来ました、はいはい、遅くなってすみません、はい、なかなかメールが送信できずにいました。あ届いていますか、はいはい、先日娘も実際に話を聞いて納得したので、はい、毎日のみ目の洗浄をしたりしています、はい、その成果が少しずつ出ています。お視界も良くなってきているそうです。あすごいですね。ありがとうございます。まだまだですが、はい、私の声かけも頑張りたいと思います、はい、ということで、あなんかそれあの眼病だったらしいんですよね、うんうん、はいはい、目のね、うんうんうん、でねこれによると視界も良くなってきてるっていうことなので、もうやっぱり目は大事だからね、よかったね、うん、これ多分ねステロイドを使うと、うんうん、パッと良くなったと思うんですよ。そうですね、うん、ただずっと続けないといけない、うん、でそうなると肝臓に、ね、そうなんですよね、負担が来てしまうんですよね、うんうんうん、どっちを取るかですよね、うんうん、別のところにやっぱりあの弊害が出てきますよね、うんうん、どっかで辻褄合わせするんですよ ね体はね、うんうん、なのであよかったなと思って、ね、ちょっと時間かかりましたけどね6月からいやでも6月から、うん、で6月に初めて9月2日にだったら全然だと思いますよ、うん、ねえ、うん、まあちゃんと飲み始めたのはね8月からなのでね、ちょうど1ヶ月後の結果ですもんね。目の視界が良くなってるって で、ね、うん、でも大事ですからね目って。大事本当にもう見えなくなった時の恐怖はね。うん、あのうちの甥っ子がなかなかあの、はい、お勉強してもね入っていかないんですよ。なんか一緒にやっててもね様子見てても、あ、はいはい、なんかおかしいなと思って私視力おかしくないって言って、ええ、学校でなんて言ってたって言ったら 0.3 とか 0.4 とか、これね目が悪いから頭悪くなるわと思って見えないから、ね、眼鏡つく出さないとみたいな。そうだね目って本当大事なんですよ。だからそうです、ね、入ってこないんですよちゃんと。もう視覚に入ってこないとね、うん、ちょっとね、うんうん、特に小学生とかって学生はね勉強し仕事なので ね、その仕事がちゃんとできないとね、うん、そうですね、うん、でもよかったですよ。15歳でしょこの子。そうです、はい、若い子もね、うん、これからだってね、うん、いろんな楽しいこともあるし、うん、大学受験高校受験控えてるわけですし、ねえもうよかったよかったと思って、もうこのまんまね、うん、続けて、ね、しばらく続けていただいて、うんうん、モニター期間使用しただけで全部治っちゃったって方もたまにというかよくいらっしゃるので、
ね、ね、でもこれは継続した方がいいの で、 そうです、ね、ずっとずっとね、うんうん、飲み続けてくれるととてもね、うん、私の方も嬉しく思いま す、 です、ね、よかったです。ありがとうございます。いえいえ、よかったです。やっぱこれ継続いいからね、うんうん、そうなんですよ、ね、なんだろう、あの最近あの前ね 2年ぐらい前かなは、うん、図書館行って、はい、純駆動とか行ってね、検索パソコンがあるじゃないですか、はい、あれでケイソって検索しても本っていうのは出てこなかったんです、はい、このケイソっていうフレーズがタイトルになった書籍っていうのはほとんどなかったんですね、で昨日また純駆動行ってきました、はい、で調べました、ケイソだけで、はい、ワンフレーズだけで検索しました、はい、73の書籍がヒットしました。あ、そうですか。え、今すごいんだ、うん、タイトルの中に何らかの形でケイソってサブタイトルが、ね、はいはいはい、どっちかで入ってるんですよ。すごいですね。すごいですよ、うん、今はじゃあ流行りですね。うーん、びっくりしました。うん、すごいな。これ何手に持ってるのは。これはですね、はい、ケイソにある、はい、期待される美容健康効果なんですけれども、はいはいはい、特にあの健康、美容と健康って、はい、大事、ワンセットなんですよね。美容を大事に思って重要視してる方も、はい、でも土台が健康でなければいくら美容的な外からの ね、はい、ね、もう中がサプリとか美容的にいいんだってよとかって飲んでも、うんうん、土台が良くないと結局、うんうん、あのちゃんとした美容効果として発揮されないんですね、はい、それをちゃんと土台をしっかりさせて、はい、健康的にも美容的にも良くするサプリっていうのが、あのケイソなんですね。サプリというかミネラル、はいはい、でケイソに期待される美容効果、はい、健康効果っていうのは、はい、プリプリなお肌をみずみずしいプリプリの肌にする効果とか、はい、あとデトックス効果ももちろんです。これはもう前々から言ってますけど、はい、あとむくみ、むくみの解消、ね、はいはい、これは あのね、むくみの解消をね、はい、ガーって飲んでガーってむくみがなくなるって思って飲んでいただくとちょっとまた違うんですよね。最初むくむんです、めっちゃ。え？飲んでむくみを解消して飲む、飲むじゃないですか、はいはいはい、そうすると最初むくむんですよ。あ、はいはい、でその後にわーって流れていくんです。私の場合はね、そうだったんですよ。あ、そうなんですか、うん、あっちこっちむくんじゃうんですね。それだけあの内臓機能がアンバランスだったんですね、はい、それを一旦整えるために、うん、あのむしろ今持ってるものを症状がぐわって上がるんです、うん、出てくるんです、ね、これが好転反応っていうんですか。そう、好転反応なんですよ、うんうん、すごい。でその後にわーって細くなる、あのこのね、はいはいはい、指、特に私指見て分かるんですけどこの辺ですね。ああ、はいはい、むくむくになるんですよ、うん、足の指。もっと飲まないといけないかもしれない飲もう飲もう、はいはい、もう韓国行くために痩せないといけないし、もうむくみも外さないといけないし、ね、うん、で髪とか爪とかにもいいです。ああ、はいはいはい、あ、ミネラルだから。そうです、そうです、うんうんうん、でアンチエイジングにも効果がある、腸内環境を整える。でこれね、これはもうあの一番大事なんですけど、免疫力、はい、自己治癒力、はい、そういう、ね、自分の体で自分を治す、癒すっていう効果を高める力がとても高いですね。今の私のなんか反応したのはアンチエイジングなんですよ。ああ、はいはいはい、もう入ってるので、うん、なのでやっぱりね、うん、いつまでたっても女性美しくいないけないじゃないですか。だからもう必死今飲んでますよ、うん、そう、忘れてたんだけど、忘れてはいないんだけど韓国行かないといけないと思ってるのでやっぱ美しくなる、そう、美しくならないといけないと思って、うん、バカでしょ、ね、バカみたいでしょ、やっぱりね、美しくないと。絶対行きますよ他の国はどうでもいいんですよ、うん、そのまんまで行っていいんだけど、うん、韓国だけ。いや、アメリカとかあの辺はね、あの、はい、行けます。むしろそのままで OK もう別にって感じだけどあんまり細かったら心配されるらしいので、あの、ね、友達に寄せるとそうですよね、だったら大丈夫そうですよ、美しくないね、うん、やっぱり皆さん美しくなりましょう。そう、うん、やっぱ腸内環境が整ったり、あと血管が強くしなやかになったりとかっていうのは、やっぱりイコール若返りにつながってきますから、はいはい、そ
その辺大事ですよね。じゃあ血管年齢も若くして、うん、見た目も若くして、そう、うん、で一番あの皆さんおっしゃるのが、まず最初に言うのが、はいはい、よく眠れる、あの睡眠、要は睡眠が、はい、よく良い状態で取れるようになる、質のいい睡眠が取れるようになったっていうのは、はい、皆さんおっしゃいます。はい、それいいですよね、うんうん、寝ないとね。そうなんですよ、うん、寝ることによって細胞が修復されたり、あの、はい、成長ホルモンが出たりとかってするので、うんうん、そうですね、そのあたりは本当に睡眠を取らないとね、はい、うん、でも今なかなかね、現代病なんでしょうね、うん、あの寝ないですよ、うん、眠れない、だから不眠症が結構多いみたいなので、うん、うん、なんでなんでしょうね。もうだってパソコンあるわね、LINE、うん、とか 見たいとかするので、うんうんうん、それもいろんな脳に刺激を食うじゃないですか。そうか、だからなかなかね、でそれをやっぱり、うん、あのこういったケースで、うん、あの脳を落ち着かせると思うんですよ、はい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 、眠れるっていうことは、うん、うん、すると美しくなるんじゃない。そうですね、そうなんです健康だけじゃなくて美にもつながるんですよね。そう、美ですよね、うん、うん、よいしょね、あやさん化粧品がすごくいいのでありがとうございます、はい、皆さんにそう言っていただいて嬉しいです。とってもいいんですよね、ものすごく、うんうん、もうあれはあれを使うとね、本当に手放せないですね、うん、もう本当にうちは家族全員使ってるので、うん、素晴らしい。あの美容液どうですか。最高ですね、うん、すごくいいです、うん、あれちょっと 微調整の段階なんですけど、ええ、でもう本当になんかね、つるんつるんするんですよ。だからあーすごいなーって。あれ植物だけの力ですよ。あ、そうなんですか。あれであのねっとり感とかっていうのは、ええ、動物性が入ってそうな気がします。そうそうそう、しますよね。あれは本当に全て植物だけで、植物、そうなんだ。すごいしっとりしますよ、あのリッチな感じはね、思いますよね。はい、だからすごくいい。コラーゲンが入ってるとか。そう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 、全然違うんですよ。すごい、うん、早く売ってでも何名かの方にちょっとねモニターさんでお願いしてますが、はい、使わせてもらってますけど、そうそう、すごくいいんですよ皆さん、うん、なんかね傷がちょっとあったんで、それちょっとつけたんですよ、うん、早い治りが、修復が早かったんですよね、うん、まあ、ケイ素も入ってらっしゃるんでしょ。ケイ素も入ってますし、うんうん、フィトンチッドっていう、うんうん、素晴らしい、ね、あの木の成分が入ってますから、はいはい、もう殺菌抗菌すごいですよね。素晴らしいです、うん、みんな使ってほしい、うん、早く売って、はい、目指してます。はい、よろしくお願いします。年内末の販売目指しております。はい、はい、楽しみにしてます。そろそろ、はい、3曲目がありますか。何ですか3曲目は。3曲目ですね、はい、ジャスティン・ビーバー、ニッキー・ミナージュによりますビューティー・アンド・ア・ビートです。はい、これあ、そうそうそう、曲終わったらすぐ開演コーナーでちょこっと行って途中でおしゃべりも入れて、なんか音上手なんだよね、私に、うん、なんでこんなさんだろう、すごいな、あれ10代すごく間違えたね、12歳ぐらいかったでしょ、うん、
の仕事の部屋の、はい、で、おもろ町の行ったら、うん、そのマンションの一室にエステルームがあるんだけど、はいはい、そのまた反対半分側はスタジオになってるわけ、はい、へえ、マンションの一室、うん、石垣の方のとこ、あ、そうなの、なんか気軽にできますね、だからね、びっくりよね、まあ、あ、こんな風にできるんだと思って、だったよ、そう、マンションの一室、あのエステルームと、この FM のスタジオが、へえ、面白い、ふふふふふふ、昔はさ、そんなにね、ラジオ局ってできなかったじゃない、昔は本当に、へえって、すごいね、そうね、もうラジオ出てるって言ったらね、芸能人だみたいな感覚で、今もう普通だもんね、普通だからね、何月前ですか？8月生まれ。あ、一緒だ。あ、一緒ですか？何日ですか？19日です。何日ですか？8日です。8日、覚えやすいですね、うん、8、8、そうそうそう、そのまんなへへへへへ、CM 行きます。マダムキセの開運お導きメッセージ、はい、当たってます、大丈夫ですよ。はい、スカーレットドラゴンのキセです。はい、失礼しました。今週もよろしくお願いします。今週は9月5日から今日からですね、9月11日までの占いになってます。はい、お願いします。楽しみです。ありがとうございます。では1月生まれ、はい、臨時収入があるかもしれません。お金をきちんと管理し、周囲に気を配ると良いでしょう。2月生まれ、思い通りにしないと気が済まず、何かしないと不安になる週です。きちんとしようとする思いは大切ですが、それにとらわれすぎず、もっと肩の力を抜いてリフレッシュしてください。3月生まれ、今週は決断ができないと出ています。あのお金の貸し借りとか、まあ、人とのあれはね、少し避けてくださいっていうってことですね。4月生まれ、笑いとユーモアを忘れずに取り組めば、あなたに協力してくれる人がたくさん現れます。なので少し落ち込んだなと思ってても、とにかく口角を上げて、うん、笑顔を作るようにしてください。で、はい、では5月生まれ、恋愛は答えを求めすぎると失敗します。相手の状況を考えずに、自分の都合だけで独りよがりな恋をする傾向がありますので要注意です。今週は5月までに関しては、あの、うん、自分の勝手な考えをあまり持たないで、相手とコミュニケーションを取ってみてくださいねっていうことですね。はい、では6月まで、つなぎ役になることが大事な週です。思いついたら即実行、スピード感を養うと良いでしょう。はい、とにかくいいなと思ったらすぐ行動してみてください。はい、7月生まれです。7月生まれはついついおせっかいを焼いてしまいがちです。身内や親しくなった相手の気持ちを考えず、感情を押し付けてしまいがちなので注意しましょう。はい、はいはい、では8月生まれ、はい、気持ちが前向きになり、エネルギーがあふれる週です。
自己批判もほどほどにして自分を褒めてあげるともっと福運があります、うん、もっともっと自分を褒めてください、はいはいはい、大事ですね。大事ですよ。皆さん自分を褒めましょうみたいな。そうです、自分を褒めてください。はい、はい、では9月生まれ、お金をきちんと大切に扱うこと、財布の中はきれいに整理されていますか。きちんと扱うことで現実的成功へのスイッチが入ります。スイッチが入りますよ。だから、あのお財布はきれいに整理しましょう、ねね、オンにしたいですね。オンにしてください、うん、あの財布の中にやっぱりレシートとか関係ないものが入れがちですよね。入れちゃうとダメなんですよ。病院のカードとか。そうです、そうです。ああいうのダメなんです、ね、ダメなんです。わかりました、はい、これはきれいにしましょうね、はい、では10月生まれ、今週はそうですね、ちょっと事故とかの暗示がありますので注意が必要です。あのそうですね、お仕事とか学校以外の外出はなるべく控えてください、うん、あの自宅でのんびり過ごすといい、少しリフレッシュする週にしてくださいね、はい、では11月生まれ、はい、今週は何かと理屈っぽい週になりがちです。頭を冷やすため水場に行くというでしょう。なんでだろうって感じですけどね。浄化なんですかね。浄化ですね。それが終わると信じられない出来事、まあ、いいことが起こるかもしれません。ね、素晴らしい、はい、では12月生まれ、そうですね、正夢を見たりすることがあるようです。感受性が高くなり気分に左右され感傷的になりやすい週です。星を眺めて一日を振り返るとよりいいでしょう、うん、いろんな意味であの感受性高くなるというと、まあ、エネルギーが入りやすくなってきますので、うんうん、これですね、12月生まれの人、はい、うん、今週はそういった形になってます。はい、ありがとうございます、はい、面白いです ね、うん、まだ9月っていうのは先ほどは、まあ、あやさんと話もしましたけど、いろんな意味でステージが変わってきてます、うん、はい、特に今年の9月1日から変わってきましたので、うん、あの、まあ、あの門が開いたっていうの、うんうんうん、ゲートが開いたみたいな形で、はいはい、ただ時空間に行ったわけでもないんですけど、うん、ただあの感受性が強い方たちっていうのはその前後はすごく眠かったりちょっと気分が悪かったりしてたんですよね、うん、でもそうでしたね、私もそうでした。ですよね、うん、それだとあのじゃあ何が起きるかっていうと、今までのこと過去のことはもう全てが洗い流されましたっていう証拠なんですよね、うん、で9月1日からまた変わりましたので、はい、今後新しいことをするとすごくいいことが起こります、うん、はいはいはい、それは全ての、 あの月関係なく全ての人に関係してきます。今年の9月1日ぐらいからは、いいことをしよう、人のために何かをしようとすると自分に全てのものが来ます。いいこと、福運が返ってきますので、やっぱりね、あの人のために何かをしてあげよう、今までももし意地悪してたんだったら、これを改めた、もうこれは洗い流されたので、今後はまた違う方向性を持っていけば、すごくいいことが起こりますよ。これね、うん、面白いですよ。9月からは本当に変わってきましたのでね、要は意識を外にも向けていけ、いかないといけない。そうですね、もう意識はもう外に向いてます。もうすでに向いてるはずなので、あのやっぱり、そうですね、自分だけではなく、地球全体のこととして考えていくと、大きなそうです、大きな視野に立っていくといいですよ。大きな見方をすればいい。そうです、そうです。霊気をやってる方だったら、あのこの霊気で地球を囲むような形をやりますでしょ、そういったイメージを持ってください。変わってきましたので、よくね、あの皆さん、はい、皆さんというか、あのこういうスピリチュアル的なことにあんま興味ない人がよくする質問、受ける質問なんですけど、はいはい、変わるって何、何が変わるのっていう言い方をするんですよ。だからそうです、ね、こういうふうに変わるっていう言葉を使うことって、はい、なんかあの急に何かが見えること、見えるようになるとか急に何かが聞こえるとか、そうですね、はい、そういうあの極端な風に思われがちなんですけど、そうですね、違うんですよね、うん、確かに、あの変わるって言われたら、何が変わるって性格とか言われますけど、まあ今言った感じで、あの目に見えては変わりません、あの感覚が変わってくるんです。要は自分の気持ちが変わってくるんですよ、ね、はい、自分の在り方とか考え方とかが変わることで周りがガラッと変わりますね。変わりますね。それが不思議ですよね。そう、これが変わるっていうことなんです。だからステージアップしてるんですよね。だから急に何かが変わったのか、何かが起きたのか、何かが起こるのかではなくて、自分の本当に、まあ、あやさんが言ったように自分の在り方が変わってくるんですよ。考え方も変わってきてますので、あれ私ってこんな考え方してたっけ、って感じのものが変わるっていうことなんです。そうなんですよね、
でそれってほら自分で変わったぞとかって変えようと思って変わったとかではないので、ないですね、うんうん、なんだろう、ある程度時間が経って過去をパッて、はい、振り向いた時に、あ、2年前と1年前の私違うよ ね、 違うね、それとまた今の私違うよね、っていうので分かります、分かりますよ。ですから、うん、今9月で 今変わり始めてるはずなので、うんうん、来年思ってください。ね、そしたら変わってます。これから先楽しみですね。楽しみですよ、皆さんすごい楽しみなので、うん、やっぱりね、人のため何か一ついいことをやろうということを考えていけば変わってきますので、うん、何か面白いことが起こりますよ、ね、ちょっとクリーンアップな、そうね、そうですね、グループ活動とかあるのもね、いいですよね。いいと思いますよね。本当に地にもね、集めたりとかやることもすごくいいですし、うん、何月でしたっけ、6月でしたね。私たちも海のやりましたよね、クリーンアップね、ビーチのクリーンアップ活動をしましたけど、ね、なんか3か所2か所はいやってきましたね、うん、気持ちよかったですよね、終わった後に。すごかったですよね、うん、もう嬉しかったです。びっくりしたのが、はい、パーって5、6名で行きましたよね、ええ、5人でしたっけ、5人で行って、はい、行って、はい、ついて、はい、パーって見渡した感覚で、はい、見たゴミの量と、はい、拾って山にした時の量っていうのがもう全然違うんですよ。そうですね、こんなにあるっていう袋足りないと、ね、あれはびっくりしましたね、ええ、浅はかな数のビール袋全然足りないじゃんっていうね、もうええー、って感じでしたね。うん、あ、でもこれがみんなね、それぞれの人がやっていけば本当に沖縄も綺麗になっていくし、そうですよ ね私たちがやったところはやっぱりウガンジョみたいなところなんだね。そうそう、ちょっとね、気高いところだったの で、 そ、 で、ね、そこはあんまりね、普通には、ね、していけないですね。そうですね、そうですよ、なんでそういうところにゴミしてるかなっていう、ね、そう、特に名護の ね、名護の足はね、あの場所なんですけど、はい、あの場所は本当は汚してはいけないところなんだってです。うん、だから1個2個3個ってゴミがねあると、はい、人間捨てやすいんです、心理的に。そうそうそうね、うん、何もなくお花だったらね、そうなんですよね、捨てないのになって。だからああいうところもっと捨てちゃいけませんって看板立てるとかね、ね、なんか やりたいですね、やりたいですねまたまた行かないといけないですね。そうそう、何でしたっけ、この綱、ああ、はいはい、何でしたっけ、この白い何だったっけ、ああ、結界張ったね、そうそう、あれ作ったらゴミなく、うんうん、捨てられてませんでしたね、そうですよ ね、 あれ効果的ですよいいですよねでもちょっとチェックしに行かないといけないかもしれませんね、また行きます、うん、はい、今週こういった形でしたので、うん、また何かありましたら、ね、個人的な相談も受けますのでよろしくお願いします。はい、ぜひはいね、はい、もしあれでしたら予約番号とか入れておきますので。そうですね、はい、スカレットドラゴン、うん、マダムキセ の、 連絡先と言いますか、はい、予約番号ですね、はい、予約番号は 080-6491-6309 です。はい、何かありましたらこちらの方にご予約ください、ね、ぜひね、はい、一人で悩まずに何かね、はい、あまり家族とか友人とかにも相談できないなっていうことで悩んでる方はぜひね、お待ちしております。電話して、だいぶ帰りはすっきりするしますから、私もね、なんかお願いしました。ありがとうございます。ね、すっきりして帰れるように、木瀬さんちゃんとお答えしてくれますので、ありがとうございます。お悩みのある方はぜひ、はい、訪ねてみてください。まあ、精神的なものはこちらでやりますけど、うん、健康とか、ね、美容のものはエサイアンさんですよね。こちらの方で。はい、エサイアンさんの電話番号は何でしたっけ？場所とか。SIR ですね、宜野湾市大蛇名にございます、はい、で電話番号が 942-2319 ですね、はい、会社の番号ですね、はい、そちらの方にお電話いただければ、ね、うん、ちゃんと実験見せてもらってすごくよかったですね。そうですね、お電話いただいて予約いただければね、はい、ちょっとお時間割いて治験を見せたり、はい、今のどういう状況なのか、健康であれば健康を維持するため、はい、増進するためのお話 で、はい、でしたり、ええ、今何かね治療中とかであれば、はい、お悩みがあればそれに対する対応もしますね。そうですね、うんうん、っていうことでご連絡お待ちしております。お待ちしております。はい、ありがとうございます。なんか早いです ね、 もう1時間、もうそうです、そろそろもう4曲目
ねえ、これで終わり？終わりです。終わりだそうです。ねえ、そろそろ。はい。では今日はあ、この曲です。もう流れてる。流れてる曲です。これでもあすいません、ちょっと私たちはい、 SIR の、はい、SIR のあやと、はい、スカーレットドラゴンのキセでした。ありがとうございました。また来週も、来週、来週もね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すぐエンディングでしたね。あっという間ね。